こんばんは、ナイツオブエイリングランドマスターのグッチマンです。というわけでグランサガやっていこうと思います。ちょっとどうしよう。うわー、 AP が回復しちゃったばっかが。あれ、フレンドのやつの方にも行ってないよな。ジュエル交換、これ迷い。これみんな離れてるか。わあ、これになっちゃってる。今日は早めに切り上げよう。50、こんなもんだったか。75、85。俺とりあえず減らさないとどうにもならんな。こんにちは。今日も会いに来てくれたんだね。石が27。あと、いやでもこれもうあと4日でしょ。これちょっともうこの石すらももうあんまり使わない、使いたくないな。証拠を、証拠行って6個。おお、6個。でも10はきついだろうな。あると行かなきゃいけないでしょ。回避、相性ダメージ、対ボス、マジか。攻撃力253。うわー、これも圧倒的に足りない。あ、ここ行けば行けるか。攻撃力上げられるのは嬉しい。ハルト先輩、こんなもんかな。今日は早めに切り上げよう。いや、これじゃない、これじゃない。今日は早めに切り上げよう。いつでも行けるぞ。5万か、結構上がった。あ、そう、バラク。あ、お、いけるやん。あれ？いける状態だったっけ？これは行っとこう。少し不安だが、まだいい。これ以上強さを求める。よし。俺11,000。よし。信頼できる仲間が。はい、工場長さん、こんにちはっす。いやー、いいな、なかなか。いやー、これ欲しい、早く。これおもろいですか？え、めっちゃおもろいよ。めっちゃおもろいし、なんて言うんだろう、スキン関係がたまらんっすね。あとセリアードめちゃくちゃかわいい。やべ、変わっちゃった。セリアードめちゃくちゃかわいい。あなたの個性を見せてちょうだい。役に立ちたい。ないんだな、まだスキンがね。まあやっぱまだ最初だからね、そこまでないんですよね。
ぐずぐず実装されてないんで。私にできることなら。抹茶さん、こんばんは。はい、抹茶さん、こんばんは。で、容姿も変え、まあ、容姿って言っても顔の。代理さん、水着とか。ああ、水着もなんか本国ではもうスタートして結構月日が経ってるらしいんですよ。だからそれで、水着確か実装があったとかなんとかっていう話ですね。多分その前にクリスマスが来るから、クリスマス衣装でワンチャンミニスカート来るんちゃうんみたいな感じの話はしますね。工場長代理さん、こいつ胸ないの。あ、そういう感じ。お胸の方はね。あなたの力になりたいです。ぐずぐずするのが嫌いよ。接近できねえ。接近禁止令が入ってる。お、ナマリエはまあまあまあ、あ、でもじゃあ ロリッコさんと、あ、これこの人お胸あると思うんだけど、どう？お胸のセンチで言ったら相当数あると思うんだけど、どう？ダメ？信頼できる仲さて、足を引っ張る。役に立つ。で、まあこのゲームそもそもは、あ、この人どう？この人、あのキャラじゃないけどね。そういえばバクヌーいないっすね。私はオルタだ。こんなに代理さん、上位派まあまあだね。でしょう。あの、そういえばで考えたけど、俺自身がそんなにバクヌーを欲してないから、あの、考えてなかったけど、いないな、そういえば。で、この先実装されるキャラっていうのが、まあ本国の方ではもうあるから、あの、見れるんだけど、その中でもバクヌーっていうバクヌーは、やっぱいないかな。やっぱりどちらかというと、こう、少年系だから、言うてなまり、バクヌーいないな、こういえば。実装されないのかな。もしくは、この、結構、この、なんていうの、NPC 系というか、こっち系のキャラで、結構爆塗っているかな？下手したら。あ、間違えた。ローズは、まあまあ、ちょっと妖艶な感じが出てるけど、とはいえ爆乳ではないんだよな。美人すぎても困るの。告白はお断りよ。ご利用は計画的に。仕事以外の目的で来るのはやめてちゃう。褒美はねね、ねねとはもう言ったっけな。たくさんありますよ。あ、更新されてるか。どうもありがとうございます。ありがとうございます。またこれ金削られるか、どうすっかな。お目が高いですね。どうもありがとうございます。うん、帰り耳飾り。お目が高いですね。おお、お目が高い。耳飾り、はい、消去。磨いておいた甲斐があり、どうもありがとうございます。お目が高いですね。お、おお。磨いておいた甲斐があります。
どうもありがとうございます。おお、お目に磨いておいた甲斐があります。この SSR の精錬石もちょっと実はもったいないかな。ありがとうございます。磨いておいた甲斐があり、お目が高いですね。お、ベルト、あ、商人生命、おめが、ありがとうございます。お客様、磨いて、いや、ガチャ石子ね。工場長代理さん、ありがとうございます。そうで、おめでとうございます。うん、ありがとうございます。もう、まあ、おかげさまで早くも第二クランを作らせてもらってますね。ありがとうございます。お客様。いやー、ガチャ石が何にも。27のままか。ですね。工場長代理さん、ガチャタイム？いや、ガチャは次の更新が4日後、5日後ぐらいに来るんだけど、そこまではちょっとやれないかな。ここでまあ次に必要になってくる、まあキャラというか武器が、あの、来るんでね、そこまで回せない。週3、こんばんは、すいらっしゃいませ。よし、ある程度いけたかな。ここもやっとくか。今のうちから炎をあれしとこう。わーい、火だよ、火。キュウイ、落ち着いて。暴れていい？あー、てかこれ生リエじゃない方がいいな、もうもはや。ちょっと時間かかりすぎちゃってる。周りの空気が。相手が悪かったね。そうね、この私相手じゃん。お、SR2 個か、美味しい。カルトパイセンに変えとくか。自分で。いや、っていうかセリアードがそもそもいらんか、ミスだったよな。あれ、ちょっと待った、なんかすげえ弱え。うちに任せて。役に立つ。足を引っ張るなよ。水でしょ、土。十分だわ。さて、任務の準備はもう終わってるわ。準備万。背中は私に任せなさい。ぐずぐずするのは嫌いよ。うん。風ダメ、物理ダメ。お、物理だね。あー、相性ダメージラス。これじゃないな。シルビアさん、こっちには。はい、シルビアさん、こんばんはっす。青のクラゲさん、こんばんは。はい、青野さんもこんばんはっす。いらっしゃい。あれ、これ何につけてたっけ。ちょっと待って、
最近ちょっといろんなもの使っちゃってかわかんないな。あ、これでいいか。ゆりさん、こんばんは。いい。これでいいか。はい、ゆうさん、こんばんはっす。よし、これでいってみるか。やべえ、またナマリエが戦闘切ってる。あ、そんなことなかった。あ、ハルトパイセン、まあまあ火力出るようになったんちゃうよ。確か1分43秒だったよね、さっき。あれ違ったっけ。なんか全然だ。さっきより速い気がするんだけど、なんだろうこれ。おかしいな。はい、おー、シャカラビさん、こんばんはっす。やべえ、SR 出ね。その代わり SSR 出て。そんな甘いもんじゃないっすよね。すいません。さあ。スキルなし縛りしてるの？あ。それ何にも見てなかったわ。ちょ、もう一回行こう。あれーと思って。パワー減ってくやつしか見てなかった。はい、わーい、火だよ、火。キュウイ、落ち着いて。しかもあれなんだよな。さようなら。やべえ、また使われた。ん？あ、スキルありでも変わんねえな、これ。何これ？どういうこと？敵が弱かったんだよ。シルビアさん、異次元の埋葬。あれ？スキルありでもなんか変わったとしても1秒ぐらい。そんなことある？どうすっかな。いちいちあれするのもあれだけど。黒猫大和さん、こんばんは。はい、黒猫大和さん、こんばんはっす。いらっしゃいませ。あ、はい。いや、育てたよ。いや、黒猫さんのあの案はいいね。やっていきましょう、あれ。とりあえずはね。モンスターがサイクロプスの封印を解こうとしています。封印を守ってください。あ、このゲームあれあったっけ、そのエモートみたいなの。アクション的なもの？あ、ある。エモートって言っちゃったけど、エモートじゃなくてそのアクション的なやつ。もうこんなに封印が破壊されてしまったとは。もう少しの辛抱です。シルビアさん、ラストに乗せ上げてみます。さらきを祝福を。ラットの右の手上げてるやつ。ああ、はいはいはい。お、あるある。おー、いいっすね。いや、やゆ。ああ、なるほど、来たね。この中で言うとダンス使えそうなのが、ダンス、応援、あ、拍手、あ、からぐらいかな。手を振る、
退屈だ。終わりだ。エイミンも。ちょっとやってみて。アイアンパンチさん、こんばんは。いらっしゃいませ。あとさ、おエイリアさん、カルトの大量シャカシャカダンス乗せてるの見た。ああ、そうなんだ。本気で来い。あと絵面か、どこでやるかっていう話。景色のいいところというか、それっぽいところ。今よ、行くぞマイキー。光の加護、倒れてる。シャカラビさん、何かやるの？あ、お、ちょっと、これ一番ええやつ？いや、タイトルにある通り、まあ、グラスナーのコンテスト、まあ、ギルドの方のやつをちょっとやりたいねっていう話をしてて。あ、ちょっと遡れるよね、多少は。あれを見てもらえれば。うん、あ、砂蔵逆だった。そうで、みんなで、あ、っていうか、あれかな、もし遡れれば、ギルチャ見てもらった方がいいかな。うん。うん。スナップ、グランサガーみたいな、略称。はい、ラビ君、こんばんはっす。ね、そのまあギルドの、そのギルド参加、まあ、参加っていうかギルドの人全員がもらえるオリジナル称号と、そう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 、となんか一応ダイヤももらえるらしいんだけど、まあでもダイヤって言ってもなんかの、うん、そんなになんか1万ダイヤとかそういうんではないだろうけど、頑張ったでしょうぐらいなもんだろうけど、それでも多分3000石とかだっけな。あ、紹介カードはね、もう一応作った。こっちは真面目よ。祝福さん、キュイの出番かな。ね、一応今言ってるのは、まあそれこそギルチャーのちょっと過去ログ見てもらってって感じだけど、あんまり言っちゃうと。まだ出せてないから今の段階で言っちゃうとっていうのがあるから、あんまりね
じゃあこういうのを、まあある程度今こういうのを一回ちょっとやろうっていうのは言ってるんだけど、次はもっとやれる、あんまりここで言えないかなっていう。よし、とりあえず終わり。よし、ついに来た。あの前回、あ、いやちょっと待てよ、いや待て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 、遡ったけど大事なところまで埋めれなかったね、まあそういうのはあれでディスコードを使ってもらえるとわかりやすいんだけどね。ちょっと待って。とりあえずね、その、うん、今日のバトス行った？あ、行った。あのさ、昨日かな、昨日昼間やっててさ、バルバトス行かなかったんだよ、夜行こうと思って。したらやり過ごしちゃって、やっぱこれ気づいた時に行った方がいいなみたいな。まあそれで俺が倒せるっていう状態だったらいいけど、まあどっちみちみたいなとこあったから。よし、行こう。なので行っちゃいましたね。で、半分行かなかったね。ルビアさん、モモも逃したの？モモは行った。そう、これもちょっと多分さ、気づかない人気づかないと思うんだけど、モモをだから1日しか逃せないんだよね、あれ多分。この門を降臨戦で、はい、ロエンさん、こんばんはっす。降臨戦で、モモを、討伐を6回やると、衣装がもらえるんですよ。そうそうそう。それ逃しちゃうとあれなんでね。モモだけは最低限やっときましょうと。間に合う。すごい、間に合わなくね、これ。全然間に合わなくね、これ。わし結構カルトパイセン育てたんだけどな。いや全然ダメだ。やべえ、ダメージうんち。なんじゃこのダメージは。え、こんな強いの？え、こんな強い？
いや、無理だな。シンジアさん、攻撃しすぎて防御したもらったかな。ムムさん、何度でもブレイクできるから、はい、ムさん、ごます。あ、何度でもブレイクできるんか。ここを強さとしてあげますね。おかやがってよ、おお、素晴らしい、ブラボー。探索したんだね。あ、今あの黒竜のあとゲーム名とディスコードの名前をちょっと一緒にしてほしいんですよね。黒猫ヤマトさん、火力が。火力が。あ、やべやべやべ、忘れてた。今日は早めに切り上げよう。準備万端だな。できるだけ早く済ませろ。闇属性キャラダメージ、暗所ダメージ、物理ダメージ、クリティカル4ダメ。まあこれを外すか。なんこれめっちゃ弱。ブレイク。18%、 これが限界か。こっちの方であるかもしれん。ダメだ、もう。うん、あなたの時間を奪う。お祈りの時間です。何を なんだ笑わせるの。すぐに向かいます。これ食べたら行くね。家族を。なんだ、もう夜か。魔法使いを変えてくるか。ご主人様、お呼びでしょうか。これプラスでちょっと。いつでも行けるぞ。これで準備はできた。カルト戦闘にしてやってみるか。何分なんだ。あーセリ、あーそうだ、セリアード。ただどう、まあ、セリアード外すか、ナマリエあの装備変えるか。全然でもブレイク感は全然いけそうだけど。セリアさん、特爆か。どうなんでしょうね。ただこ、そもそもこれでどこまでいけんだろう。マジっすか。ただこれでも足りなそうな勢いなんだけど。うん。あ、スプレッドシートにします。ご苦労様です、ロエンさん。お疲れ様です。ありがとうございます。黒猫山田さん、夏の
ラウェポン攻撃力バフあると火力伸びる。うん。ああ、はい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 。サマエルはサマエルは一応いる。いや足りんな。あーはい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 。くそー、こうなったらあれを使うしかねえ。俺のここまで溜め込んでおいていた虎の子のやつを追おう。みんな何が出ましたか。SSR アーティファクトボックス、あれもらえたっしょ。あのイベントのやつで。これ1個だけだよね、とりあえず今回せんの。シルビアさん、なんだったっけ。ん、ああ、でも6なのでなかったですマジで。じゃあそこで俺は最高のを出していこうじゃないか。あ、来い。とりあえず知らないんだけど、ニューだから。なんでニューばっか出んのかな。とりあえずめちゃくちゃ可愛いね。マジか。シルビアさん、アタリアン。マジか。黒猫ヤマトさん、記憶に残らないほど残念だった気がします。スカーレットサーモンさん、コンサケです。緑色のジュエルが出たよ。シルビアさん、緑の守護者だったわ。あー、緑の、あ、森の守護者、森の守護者。いや、これクリーツか。えぐ、これは嬉しいな。ただ、ニューなんか。12.5%。なんなら、カルトパイセン。信頼できる。準備。うちと一緒に来い。自分の命頑張ります。足を引っ張るなよ。あ、でもこれブレイクか。シルビアさん、うちの塩酸デコで 20%。うん。3突で 20%。 20% やばいな。だって下手すりゃもうこの時点である程度そういうの揃えたら 80% とかいっちゃうの。これクリ、これ積んでない状態で60だから 80% 超えてきちゃうな。でもどうなんだろう、その割合って80積むのって過剰な気もするけど、クリ率積むんだったら、だからカルトじゃないよね。よだめぶっ込んだ方がいい、その割合っていうのが、どんなもんだったっけっていうね。シルビアさん、いくらあってもいい。いくらあってもいい、クリ率。
確かクリ率とクリティカルのヨダメの上昇の割合で、その期待値的なものでなんかなかったっけ？まあグラブルだとそういう計算がよくあるから。うん。ああ、そっか。そっちもあるのか。はい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 。クリティカルが出ると、スキルのクールダウンが、なんか何秒間縮むみたいな。1秒減少。MP が足りんのかな？クリ率派 60% あればいいってワルチャで見ました。ああ、ただどうなんだろうね。確かに、このスキルのクールタイムダウンを考慮したら、まあどうなんだろうっていうのもあるんだけど、じゃあそれがすげえ回るようになったとして、クリティカルで MP が追いつくのかなっていう、そのまあ普通のところで戦うんだったらいいんだろうけど、ああ防具でもクリ率は漏れる、ああはい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 、あ、いいけど、これ逆にクリティカルキャラじゃないやつ用みたいなとこあんのかな？なんか、その、何？潜在能力でも上げれるし、とかって考えると、カルトとかにつける、しかもこれまだ上がるっしょ、だって。進めていけば進めていくほど。エリアードやめて9位。準備は任務。いつ出かけ。そもそも9位のステータスか。34。ここ20%加わったらいいね。まあ別に俺 20% じゃないからあれだけど。アイボス。そういえば一突できたんだよ。通常攻撃のよだめ 10%、 キュイは割とありな気がするんだけど。ブラボーさん、クリ率とクリダメ派電神に習って1、2を目指してます。あー、三突、さ、よく三突したねっていうか、なんかいろいろいいの当たってるのかもしれないんだけどさ、まばらに当たっちゃってんもんだから、あの、とつれないから、こう、なんて言うんだろう、いいんだけど、いい素材、こう、母体としてこう、いいのゲットできたんだけど、現状使えないみたいなものがちょっと多すぎるんだよな。魔法ダメージ抜けないじゃん。やべえ、ここはちょっと攻略せねばなるまい。クリティカル積んでみるか。でも 12.5% か。入れんもんがあんまないんだよな。黒猫ヤマトさん、自分の悪よりいいの持ってて羨ましいです。ありがとうございます。だけどね。シルビアさん、夕飯食べてくる。おお、行ってらっしゃい。あれ、こうじゃん。15,000 か。火力低いな、攻撃力。SR アーティファクト、え、お文字、今これ割と欲してるやつじゃないですか、これ。あったら助かるみたいな。あ、いや、違った。あ、そうだよね、2個。
俺行くか。いやーどうしよう。いやどうしよう。あ、したら潜在能力ちょっとキュイパイセンのかけなきゃまずいな。あれ？あれ？ HP。マジか。あー、クリティカル7点。え、7%？ えぐいけど。いや、こっちもえぐいな。取られ方がえぐい。これガチャ回す時来てしまったが、これ一回行ってみよう。一回行ってみて、ちょっとマジ無理そうだったら、ちょっと今ある石分回すしかない。あ、どうなる。うん、準備万端だな。あ、そうか。あなたの力にな。任務いつ出かける。闇の恐ろしさを思い知らせてやる。あ、そっか、MP もあるからなおいいか。あれ、なんでそっち？あれ、全然いいね。お、めっちゃ早い。めっちゃ早いけど次が間に合うかな。別のやつ攻撃し始めた。ショコ7章の、ショコ7章、え、な、なんだったっけ。7章だって俺の前だよね、それ。倒せない、倒せない、火力的な問題ってことかな。いやー、これ微妙に足らん。いや、ギリギリ足りん。え、7章どうだったっけ。やべえ、これチャコも倒さないといけないですか、これ。 あともうちょいなんだけど。7章どんなだっけ。黒猫ヤマトさん、惜しい、ガチャですね。ガチャか。ガチャしかねえかな、やっぱ。
や今回、まあ、ちょっと一旦落ち着こう。7章、編成はどんな感じだっけ。これ確か7章もあれじゃなかったっけ、闇属性だよね相手。でも俺何辛いもどきがいるところです。どうやってやったっけな。待って、今チョコ食ってる。一回見に行ってみるか。ああ、ここ3体いたやつか。ああ、これ？え？これが倒せない？あ、これか。あー、時間切れになっちゃうってことかな。これご利用しちゃったんだよな、これ確か。シャカラビさん、その前のザコモブですね。あー、割と確か範囲攻撃系とキュイ連れてったような気がするんだよな。それか、ガチャで頑張った、うん、ああ、それをやってる人もいたね。時間切れになります。ああ、こうムムさん、これ何回目に挑戦してる？これ別、なんつうの、救急いないってかい。せやね。こう、こいつとこいつ先に倒して、まあバフガチャしてここに突っ込むっていうのも、まあ確かに一つの手だね。いいバフが手に入るまで繰り返す。確かあのスライムがまあまあいたような気がしたんだよ。シャカラビさん、あー、なるほど。あとはやっぱ確かね、前回の配信の時に確かそんな、それだったような気がしたんだよね。多分、俺も最初、無理だったから、それでね、確か範囲系持ってって、割とやったら、ちゃんと構成考えてやったら、サクッといけた気がする。サクッとでもないけど。あと、ちょっとなんよなぁ。ガチャルか。というわけで行ってまいります。ほら行ってくんわ。お、来た。ワンちゃん頼む、チャンスアップ。つついて、つついて、覗いて、ドン行ってくれ。行ってねえんだね、そもそも行ってねえんだね。はい、お疲れ様です。あ、こっか、こっか。いやー、ダメだな、これ。あー、終わった。いやー、何の役にも立たん。スカーレットサーモンさん、
すごい奇跡が起こった。アリーナでこっちのハフ残り 3% 9位のみ、相手セリアードのみハフ 21% 後にドロレスで味方復活って状況からの逆転勝利。黒猫おおマジっすか、おめでとうございます。ムムさん、つついて覗いてコロンビアってああ頼むぜ猫ちゃん、おし滑ろこけろ、あああ来てる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 よ。お、アーティファクトやや少ない、おし来たー来たぞ来たぞ、これ吐きましたね、うーマジでアーティファクトなの、誰だよお前、おなんでニューしか来ねえんだよ、おおブレイク力、おしょ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 、これこれいいじゃん、これはありがたい、ワンチャンある、なんすかこれ、早いよこれ、なんかこの面腹立ってきたな。中三大西洋わら大西洋、うん、おめでとうございます、ありがとうございます、マジでアーティファクト少なかったからワンチャン来たかなと思ったけど、マジっすか、いやまあまあこんなもんよ、ね、うーわ結構貯めたんすけどね、精一杯やらせていただきます、滑らないようにと、お待たせしました、なんやかんや言って使わなかったんだけどな、成功成功、滑らないようにと、よし完成です、あと少しで終わりますから、あでもブレイク力 3% 上がるのはまあいいっちゃいいよね、ありがとうございます、お、これ反突したか、これはありがたい、しかも普通にカルトバイセン死にそうになってたから、これはこれで本当にありがたいんだよな。美しくて強い力、どんな効果がいいかな。お、クリティカル用ダメージ 0.3 パー、激アツやん。強い力。245。こっから先はなかなか増えづらいからな。300よくいったな。どんだけ回したんだ。よし、これってアーティファクト強化し、あぶねえ。これ今日回っといてよかった。251も使うの。ああ、これはリーズナブル。これはこれとこれと、まあこれは大丈夫か、やんなくていいかな、ただ火力が上がったわけではないんよな、新しい衣装を作っておきますね、このはい
こうなるとあげれるのおらんな、実は。待って、これでまあカルトじゃねえ。いやでもカルトはちょっと今回あんまりリソース割きたくないよな、カルトに。いやもう全然足りないしな。さてできるだけ早く済ませろ。やるとしたら9位サマエル突破で、いや全然無理っすね。でもあれ確か2個もらえたからワンチャンあるか。週3あまりガチャりたくないけど、たまったらガチャっちゃう。スカーレットさん、そうなんよね。うん、違うわ、サコの臨床アップが乗った他2人が強い。本体はサコだった。どうしよう。サマエルだったら別にやっちゃってもいい気がすんだけど、 SSR のこれためんのきついよな。50個でしょ。何周すりゃいいんだ。ソウルリンクさあ選んで。ソウルリンクの力がかきれいでしょ。50個で SSR がまあ一応10回に1回落ちるとして100、いやーもうちょっと現実的な数字じゃないな。5、60回とかなんなら7、80回回らないとたまらないんだよな多分。ちょっとそれはもったいないよな。あれもう1個上の段階がちょっと来てくれないと、さすがにここにリソース割けねえな。これだって使えないし、火が20、あ、これ、あ、一応2個いける。1個。あ、え ?20 で1か。マジできちいな。50周ぐらいすればいけるか。これ、毎回、1個ぐらいは手に入ると仮定して、20で1。50周回ったところで、まあ、2つか。2つで50周で SR が50個で1個。いや全然無理全然無理。50とかそういうレベルじゃねえこれ。そう簡単にカンストさせないドロップ、ほんとまあしょうがないんだけどね。やることがなくなっちまったらそこで割と試合終了になっちまいますからね。しょうがないんだけど、まあ今やるべきじゃねえなこれな。やっぱ総じて結局今のところって一人しか育てられないよな。あ、これで単発で当てるか。ああ、はい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 、分解してだっけ。ムムさん、サコの俊敏アップやっぱり強いのか。ああ、やべ、猫ちゃん一回も来てくんね。ああ、切ねえな。全部ぶっ破しちゃった。そう、ガチャのさ、これね、溜まったら回しちゃうっていうのは、相当きついっすね、それを制御するのは。でも、一応このゲームは、そのためにこの石が本当にバンバン配られて、石でこれ回してガチャ欲をある程度満たせる。だけど人によってはここで回しちゃって出ないがゆえにチキショー、ムカついたこっち回すわっていう風な動線にもなってるという、まあ罠にもなってるし抑制にもなってるっていう。ただそれは俺はどちらかというと割とその抑制が効かない方なんですよ。だけどもう課金額今3500円ですよとタイトルにある通り、それでもって維持してるっていうところがあるんですよ。もうこの数字を増やしたくないと。顔に何かついてる。あ、クリアできたんだ。
課金の力でしょうみたいなのをなるべくしたくないなっていうのがあって、だからある程度課金額はあんまりここの下のタイトルの課金額は増やしたくなくて、でそれがなくてただひたすらなんて言うんだろう、配信とかしてなくてゲームをただやってるんだったら割と危ないですね。私もサーモンさん、オルタそのものハカルトで落とせる。でも桜バフが乗ったセリアードの回復シールドとキュイの火力乱発が強つよ。あー、はい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 、チャプター5クリアした。おお、おめでとう。チャプター5いいね、おめでとうございます。あとちょっとだよ小洗さん。あ、やべえ、あれ出してるの忘れた。シャカラビさん、おめでとうです。おめでとうございます。あとちょっとよ、あと4、5日後でしょ。5万は貯まるね。でも5万だとワンテン上以内に当てないといけないから結構きついよな。ブラボーさん、おめでとうございます。あれ今日8時からだよね確か。 AP 削減。お笑いのマーチさん、ラスだけ5万6千戦力。おー、ラス、おー、いいね、ラス育ててんのいいね。スカーレットサーモンさん、おめでとう。全然ほとんど戦力変わってねえんだよな。ダメだな。あ、防具か。週3アップ減少8時から1時間すね。うん、どうしよう。えい、アジア行くか。来たんだろうな。ん？あ、そのやつなんだ。スカーレットサーモンさん、アップ回復アイテムなど、とうの昔に使い切ったぜ。ん？マジで？すごいね、逆に。え、なに？これ必要なの？なんすか、これは。あー、のマーチさん、デカグランドマスター行った。おー、マジで。材料を集めてきたんだろうな。これか。おめでとうございます、グランドマスター。あー、あとちょっとよ、登っていこう。でもまだね、アリーナに登ってって石がもらえるという、こうあれがすごいいいよね。分解しまくるか。とりあえず分解しよう。僕にお任せください。スカーレットサーモンさん、デイリーのために4時にすぐ使うタイプだから、ベニザケ派。ああ、滑らないようにと。成功。チーナ、アンビア、全部一緒か。
全然足りんかった。どうすっかな。火力高めないとしょうがねえんだよな。鉛、いやでも単体で言ったら鉛への方がいいかな。待てよ、キュイが、あ、でも防御ダウンデバフがあるからか。さて、任務の時間。何でもいい。心の自分の命は自分。言うて火力今こう皮大差ないしな。127で洗剤も上げれる気しないし。やむをえん。とりあえずこれで一回行ってみよう。一応さっきとは違う私がいるはず。僕がちょっと上がったからな。あ、でもオルタの攻撃力アップバフもあって、キュイちゃんの防御ダウンデバフも入ってだから。いいね、一点突破されてるね。あっ、カルトが死んじゃいそうだな普通に。え、当たってねえ、嘘やん。これやっちゃってるんじゃない。カルトのヘイト高すぎ。やっぱ死んじゃう。これこの程度が見ました。あ、なんで黒猫山子さん、カルトここで死んだらじいけませんよ。なんで死んじゃうのこれ。え、ちょっと待って。ちょっと待って。なんで？ヘイト、なんか死んねえけど買っちゃった？自分心の、いつでも行けるぞ。欲しいの？いや、これちょっと上げたところでな。ほんとちょっとだな。この割の強化石のこの、あ、でもまああるか。やれることやるしかないわ。いや、ワンチャンカルトとかの洗剤あげれねえかな。今回はどのお疲れ様。やべえ、8時になる。あ、まだ5分ある。あげれない。逆にオルタ
耐久か、耐久ぐらいのもんか。9位。お、あ、でもあれだよな、火力じゃないんだよな。最大 HP とかちょっといいな。あれつん、あれつん、アリーナのこと考えたパーティー組もうかな。ああ、まだ考えてなかったのね。まあ、ちょっと今の事故っちゅうことにするか。今の事故ってことにして、もう一回行こう。そうか、そもそも相手のダメージも高いんか。スカーレットサーモンさん、療養してるやつをアリーナでも使ってたわけです。ん？ああ、はい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 、なるほどね。あ、俺もそれ割とその類でやってたからね。こういうのかわしていくしかねえ。ただ言うて時間もギリギリだったんだよ。うそ、よし、ここでいい感じのところでブレイク決まった。いや、4分の1。今度9位がまあまあ食らってるけど、まあ9位だったら耐えれるか。あれ今ミスってね、今当たってなかった気がしたんだけど。この程度頼んだぞ。ではブレイクが先にはならない。なった。いや、これ時間さっきより遅いな。いや、間に合わ、え、なんだ、さっきより全然間に合わなくなってもうたんだけど。あ、キュイがあれか、なんかあさっての方向を打ってるわ。マジか。足りないか。はい、シルビアさんおかえり。今ブレイクはいいけども、いや無理か。あの、死んだり何したりガチャ回したりで。エアー耐性、いや、どうだろう。まだ終わってない。せかすな。さて、任務の時間か。シルビアさん、キュイのスキル使ってあげないの？キュイのスキル？
あー、あの攻撃力上昇 MP 回復みたいなやつ。あー、それ使わなかったから今回ダメだったんかな。そう、 MP がやばそうになったら使おうかなって思ってたら、なんかブレイクの流れで平気だったから、その要因でもう考えない方がいいかな。攻撃力アップっていう体で考えた。あ、やべえ、しまった。報告任務来た。 AP 削減来ました。皆さん、何行くか、これ行くかな。とりあえず一旦ブラフスキル重要ですわよ。それでいくか。え、影いねえ、影の人いねえ。地獄や。シルビアさん、番人やる？ああ、得意だと思う。番人？うん、影の番人。これダンス、これ、まあ全員がこれじゃないんだろうけど。うん、それはないな。頑張れ。スカーレットサーモンさん、自分でクモを素晴らしい。ほいほい。あれ、なんかめっちゃ入ってきた。あれ早くね。ちょっと待って。影の番人、何、みんな待ちわびてた感じなのかな、これ。あー、みんなワープ用に、あったーみたいな感じだったんだけど、まだいねえじゃねえかよみたいな感じか、これは。まさか。さあどうしようかね。スナップ写真のことを考えますか。スナップショットのことを。あ、みんなそうだ、なんだよ現地じゃねえんかいみたいな。シルビアさん、8時から受注で待ってたんじゃね。ああ、はい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 、なるほどね。だから作ってなかったのか。もうそろそろいける。シャカラビさん、フレンド枠まだ空いてます？あ、フレンド枠はね、ちょっと埋まっちゃったけど、あれだね。ログインしてない人がいたらちょっと来てみるか。出てみろ。お、3枠空いてるかな。名前が分かんないんだよねこれ。よし、とりあえずね、3枠空いてるね。あ、いや、さあ、シャカラビさん、申請しました。はい、了解っす。
OK。で、どう、あ、でもあれか。みんな今、AP のやつやってるから、ちょっとあれよね。今のうちにコアラのマーチさん、ちょっと、星をかけよう、これ。あ、これも溜まってる。シャカラギさん、ありがとうです。ウィス、よろしく。どうしよう。この間にちょっと装備関連、ちょっとあれするか。ただ、助けてほしいか。久しぶりやな。こんばんは。はい、海さん、こんばんはす。いらっしゃいせい。いや、無理なんだよな。これだもんな。これもあげれないじゃん、ちょっと。ゆゆさん、黒ゆもフレンドよければお願いします。あ、了解っす。お願いします。そう、で、スナグラの話なんだけど。シルビアさん、アップイで回りたいのにバトス行ってない。あー、マジか。これバトスはもう行った人はもう無理なんだよね、そもそも。お手伝い的なものはできないんだよね。まあ別に、なんていうの。お手伝い行ったところで役に立たんからあれなんだけど。キュイを限界まで育てて最強装備で向かわしたけど、それでもオルタより火力出なかったからね。だから次のほんと古代のガチャで、あ、まあ勝手に古代って言っちゃってるけど、でちょっと回さないといかんけど、あの古代のガチャどうなんだろうね。まあリーク情報じゃないけど、あれでこう来た時に、あれ単体だけで来るのかな。おてんばメイドはムムだけでよき。ん、どういうこと。あ、ムムだけで大丈夫だね。ありがとうございます。ムムだけだね。バトスはまあ関係ない。たださ、あれ自分がさ、何回やったのかっていうのがさ、まあ、厳密に言えばこのウィークリーとかで見れるけど、何体倒したのかって分かんなくないか。こういうところにバナーが一切ないっていうのがちょっとあれよね。シルビアさん、野良で行ってくる。うん、あれもないし、イベントのご案内とかがお知らせでしか見れないっていう、すごい罠だよね。そう、あ、ブラボーの言ってた遠巻きから、だからあとね、ウィンパイセンがどう、これをぶっ放して、うん、前にしかもね、多分ね、俺一回だけね、ももすらもできなかった日があるんだよ。だからもう一回も取りこぼせないんだよね。なかなか辛いよね。ウィーンのダンスが果たしてどうかだよな。ちょっとみんなでやってみてってところだけど。まあ、とはいえこれスクショってどうやって撮るの、そもそもみたいな。
あのツイッターのやつ見ればわかるか。シャカラビさん、ウィンおじちゃん清掃あるかな。ん？ウィンおじちゃん清掃、あーどうざんしょう。オートモードを使いはいいんだけど、明日も楽しみにしてね。オートモード、あ、これか。リセシャキクパチさん、イベントのやつ、経路使いなので毎日じゃなくても大丈夫ですよ。うん、あ、イベントのやつ計6回なので、あれなんか期間ってなんか1週間ぐらいしかなかったような気がしたけど、気のせいかな。なんかその後バナーかなんかがとりあえずなんかログインした時のお知らせにしか見れないんだけど、これで見てないからあれだけど。あれ期間ってどんくらいなんすか。スペシャル、うん、スペシャルストーリー、うーん、乗り物じゃないよね。なんか出雲スーゴードアリーナ、お知らせがたくさんあります。あ、ここで見れるワンちゃん。あれ、メールの保管期間は必ず確認してくださいね。見れね、やっぱログインした時しか見れん。あと残り何回よ。30% 任務進行度20。あ、そうだ、あとそういえば俺のこれ自身のどんぐらいあるんだ今金の。マジで？え、もう5個しかねえ。マジですか？予想以上になかったもん。まだ2、30個ぐらいあると思うさ。そっか、計6回でも期間が短いからどの道毎日か。そうなんすよね。だから結構で、すでに俺は1回取りこぼしてるんですよ。だからもう毎日やんなくちゃいけないっていう。なかなかハード。うん、もう一日だけミスれるんだけど、もうミスっちゃってんすよね。だけどあの衣装はちょっと取っときたいもんね。いや、衣装をタダでもらえるとなったら、まあ別に押してなくてもやっぱまあ持っといた方がいいよね。
やっぱいつか気分転換に装備したい可能性もあるし、やっぱ無料の衣装、まあ、例え、いやでもどうだろう、ウィンの衣装が来て、で、なんていうの、しかもちょっとミニスカートとか言われたらうって思うかもしんないけど、逆にそれはそれで欲しいなって思っちゃった今。はい、岡野さん、こんばんはす、いらっしゃいませ。いい、え、ってかこれ足りなくね、これ、いつの間に金こんな使ったんだ。やっぱ考えなしに使うとやばいな。砕く。ダイヤを。え？マジで？え？ショップで？マジっすか？これか。10ダイヤ持ってかれてる。マジ。でももう俺もこっからそれやり始めないとやばそうだね。だってあと4日5日でしょ。これでもう金がなくなるとなるとちょっとね、てかもう現時点で足らんからな。愛者討伐入場券、これ何そんな大切な感じ。あー、装飾品ベルト、でもそう300ダイヤぶっこんで、でも感じ、まあ、ちなみにさ、あれ青野さんのこのグランサガ結構オートでこういろいろできるわけじゃん。やっぱ青野さんのこう日常と結構噛み合う感じするんだけど、どう？設定で必要数買うとか。ああ、はい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 。ただここからまああれがあるわけじゃん、あの4日後にギルドバトルがあるわけじゃん。そこに向けてはちょっとがっちりやりたいから、ちょっとこ土壇場であ足りないみたいなことはちょっとさすがにきついなと思って、今のうちからもうとりあえず安心のラインまではもう毎日買っとこうかなっていう。ギルドバトルの土壇場でこう足りない、買いたい、かやべえ足りないみたいなことだけは絶対にしたくないから。でそう、あとまあついでにギルドバトルの話なんだけど、まあパーティー戦と個人戦があるっていう感じだから、やっぱ楽しめそうだよね。でそこの戦略もめちゃくちゃ考えたいよね。結局さ、あの例えばギルドバトルでその強い人で固めた方がいいのか、そのある程度強い人をそのパーティーの中に分散して入れる方がいいのかとか、そういうのどうなんだろうね。ラス首にした？やばくないそれ。大丈夫？ガチャ的にもし古代グラウンエポンがあの2体だけだった場合どうなの？これラス君は使わざるを得なかった。あ、一個もないのか。なるほど、それは確かに。
護するの？何を？電話低い人から攻撃した方が良いってどこかの配信者さんが言ってましたね。シルビアさん、序盤は戦力低い人から攻撃した方がいいって、まあ要するにその序盤精霊王キーンまではそこまで強くないから、それを叩くのは、まあ、戦力低い人で叩いて倒してもらってっていうことかな。ただその仕様的に、その例えばさ、この強い人でその挑戦回数が、あ、スナグラコンテスト、それツイッターにね、運営さんの方のツイッターに書いてあるね、やり方は。もしくはさっきも言ったけど、ディスコードの方にその情報共有してある場所があるから、あそこに入ってみるか、どっちかだね。でその挑戦回数、一回そのボス入るじゃん、そしたら入った地点でもう1枚なのか、その時間があるじゃん、残り時間、それは繰り越しされるのかっていうところがちょっと気になるかなっていう。もし繰り越しされるんだったら、さっさと強い人で叩いて繰り越しの時間を使って次のボスってやってってもいいのかなと思うんだけど、1回は1回っていう判定になると、あれだね、その弱いというか戦力が低い人から挑戦してった方がいい気がするね。過剰になオーバーキルになっちゃうからね。そういう細かいところの仕様って、その本国と違っちゃう可能性とかもないかなっていうのも、多分さすがにでもギルドバトルクラスになると仕様がちょこっと変わるっつっても、その繰り越しか1回は1回かってまあまあ大きい部分だから、さすがに変わらないとは思うんだけど。いや足りねえなこれ。遂行する任務を選んでくださいね。でも3倍ね、いや3倍この 20% はやるしかねえぜ。スナグラの日にちももうそんなにないんだよ。そうだね。押したら戦略をこの時点で立てやすいんだけど、で現時点で、あ、11枚まだあるね。 OKOK。で9パイセンが、はいはい、シャカラビさん、さすがにハイドーンかないのでは、さすがにハイドーン、どうなんだろう。その細かい詳細まで乗っけてくるかというとどうなんだろう。お、セリアード。なんかあんの？え？あ、ここか。ドエンさん、継承のハイドーンの剣があるからなんとも。いや、あれ本当ハイドーンだよね、あれ。マジでキチいあれ。しかもすげえわかりづれえし。あー、ここ。こんなもんか。お、王国、あ、全然美味しくない。お、明日エイパーゲット。
なんだろう、顔が暗い。おか。だけど、まあその他でも詳細が分かんねえからな。あの動画だけを見ても詳細が分かんないからな。ギルドバトルみたいなのをシルビアさんが貼ってくれて、公式のやつ見たけど、それだとその回数で時間タイム残して倒したらそれが繰り越しかどうかっていうのちょっと分かんないとこだったからな。顔怒るあ、本当ですか顔暗いよね、ちょっとこんな感じだったっけ、エイパーパイセン。もうちょっと元気な感じのようなイメージなんだけど。いやそう、スナグラも日にちがないかな、ちょっと。ああ。明日もう撮ろう、明日撮って投稿しよう。エンディアさん、ギルドのお知らせのとこに書いとけば。ああ、そうかそうか、そうだね。でもこれ今これギルドのお知らせ行くと俺撤退することになるよね、これ今だと。待って、明日って AP は？明日は10日。あ、6時から7時か。じゃあ大丈夫そうだね。小笑いのマーチさん、トクンプルクス入ってもいいの？ん？あ、大丈夫だよ。ナナヤさん、こんばんは。はい、ナナヤさん、しまった。ナナヤさん、こまわす。明日、あれ？明日、何曜日？金曜日か。あ、大丈夫だよ。大丈夫。あぶねえ。明日土曜日だったらやっちまうとこだった。で、ディスコードの、ナナヤさん、
バルバトス忘れるところでした。おー、バルバトス。あれ確かシルビアさんも行ってなかったから、まあ、もしあれだったら、確かこの AP が終わったら行くって言ってたから、タイミング的には合いそうだけど、討伐となると、ちょっとあれ、話変わってきちゃうけどね。シルビアさん、さっきノラで倒してきたった。ああ、はいはいはい、了解。ナナヤさん、今アップか。見逃してた。あ、マジで。あ、AP、AP 消費軽減っすよ。ヒルを専用多分昼間は多分黒猫さんのあのロールを触れてないんですよ。でこのギルメン用のサーバーとその誰もが見れるグランサガのチャット欄って別なんですよ。であの第二ギルドの人もあのこのギルメン専用サーバーには入れるようにロール振るんで、ただ名前とゲーム名と、ディスコード名を一緒にしないと、この人誰だろうって感じになって、ロール触れないんで、ちょっと一緒にして本人確認ができないと、ちょっと入れれることができないんで、そこだけお願いします。で、この AP が終わったら、ちょっと、スナグラコンテストで出すところのさっきブラボーが言ってくれてた場所とかを確認したいな。今のうちにでももうちょっとあれだな。あれ？やっぱこれギルド会館入んないとダメか。もしかして私に会いに来たの？おい、マジかよ。ああ、コピーすればよかった。増えたんですか？ん？あ、ギルド、満杯になった瞬間で、入れなかったって言ってた人がいたんで、もう、で、第二ギルド作っていいですかって言ったら、ね、ああ、別にいいですよ、みたいな感じで、第二ギルドを作ってますね。
あれ間違えた。え岡田は七谷さん、すご、わら夏の10日…え、何が言えないんだ。もうこのスラッシュがダメなのか。噂が起きた。え、落ちた。いや、落ちてないと思う。シャカラビさん、スラッシュとか。うん。シルビアさん、俺が落とされただけだった。あ、来た。コピペのする必要性がなかった。最悪。そしてやっぱパーティー抜ける羽目になったか、これ。影の番人。やべえ。影の番人ねえよ。後でやるか。何時？5時？どこって言ってたっけ？ブラボー。とりあえず Wii にチェンジしないといけないんだよな。ゆいちゃんやっと1600万超えました。マジで？やべえ、ゆいちゃんもう俺超えてる余裕で。シルビアさん、明日までにウィンの防具揃えなきゃ。そうか、そうか。あ、すいません、電話でした。あ、できた。あ、よかったですね、この猫さん。で、そう、ウィーンの装備か、考えてなかったな。ウィーンだって衣装とか、ど、なんかウィーンのやつなんか何にも忘れ物はないか。え、ね、なんか変質者みたいな感じになってない？気のせい、俺の。あ、これ、いやでもなんだろう。え、なんか、なんか変態に見えるんだけど。完全に変態不審者さんなんですけど。俺だけそう思うの。
こんなんもうやばいっすよこれ。逃げるわ俺。ああ寄りましたんだけど。どういうことこれ。もっといいのないんすか。いや、なんなら曲振りしてほしいな。これで準備はなんかないんかな。準備は仲間は俺が守る。ないか。装備でやるしかないか。さて任務。あ、容姿はどうなの。シャカラビさん、頭装備どこからオフできますか。ね。よし。あ、やべ。さて任務。お、ここかな。このキャラ装備のここオンオフがあるから。これは忘れ物はないか。あれ、俺今容姿変えちゃったこれ。そうか、装備か。シャカラビさん、そんなところに。うん、R もなんか R なのにすげえ強そうに見えるな。ロエンさん、ウィンの容姿変更、ただもうの容姿関わってない、わらわら。え、ウィンの容姿変更ただそうだね。けど容姿関わってないね。ただこれ行くとな、止まっちゃうな。シンディアさん、うちの陰謀部何もないねが。え、ウィンの防具が何もない。取りに行くしかねえ。もうそれはあれだよね。まあラスウィン使ってないわけじゃん、もうシルビアさんに至っては。その瞬間そりゃ防具ないよね。行く必要性がないわけだから。お、あ、ワンチャンそれもありだね。なんなら結構、あとさ、コアラのマーチさんおるかな。ギルドどっかないですかって言ってる人いるから、そこら辺もう片っ端から佐々木くれてやっちゃえばいいんだよ。あー、はい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 、準備はできた。俺に準備はでき。おー、シルビアさん、容姿変更でも大差ないな。そうだね、変えれないね。なかなかいい具合に変えるのはなかなか至難の技だねこれ。どうすっかね。いや、そうだ、こういうことをやってる場合じゃないんだよな。装備を今のうちに。カルトが死んじゃいそうなわけじゃん。でも SR これあれだしな。効果の使用もないし。回避力10%。この辺なんか変えても極端に変わんないしな。火力上げるか防御上げるか。カルトがスクライドのクーガーにしか見えない私。カルトな、もうちょっと、うん、ツアの装備取れたからちょっとインかっこよくなったです。おお、マジか、 SSR の装備か。ウィンの装備取るためにオルタ育てなきゃ。はいはいはい。
え、どうすっかなこれな。ここら辺限界突破でき、お、ワンチャンあるな。5だったらあるぞ。あ、今日いけるかと言われると微妙やな。伝説の怪物を狩るのが趣味か、ミカ。あー強いねやっぱね。これ SSR の素材何個ある？これ1か1個でも突れ限界突破できればワンチャンありそうだな。あれ？全然ね。いいな。ただ2個だったらまだ現実的な数字なんだよ。いやー、そうだね。ちょうど今あれだからね。おー、やべ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 。ガチャ回して、グラウメポンは大事にしてる。ここはね別にね当たんなくてもねゲージ増えるっていうのでね、ワンチャンいつか 100% になる時があるかもしれないこと。いやー、やめた方がいいよな。やめた方がいい。10連回したところでしょうがねえしな。30連分ぐらい余剰があればいいんだけど。やめるんだ。やめるんだ。これ本当こういう時って1回だけならもうその1回がマジで命取りだからね。しかもここまで我慢してきたものが無に返るわけで、なんなら今日回した20連も本当にちょっときついっていうか。やっぱあれだね、ガチャはみんなあれなんよね。みんなあれしちゃってるね。うん。何それ、な、どういうことそれ。いやちょっとまあさすがにっすね。ガチャ入るんですか。うん。富江さんこんばんは。こんばんはって言うけどさ、今この瞬間のタイミングで来たの、宮城さん。いや、おっかねえよマジで。 あと4日我慢しようみんな。うん。初見詐欺多すぎねえか。ちょっと待って、試し20連したらいつの間にかにダイヤなくなってた。いや、それなんよ。もうあと4日と7時間。あ、ちょっと待って待って待った。これちょっと待った。4日と7時間。うん。いや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 。待って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 。おかしいおかしい。いや、4日だってさ、ちょっと考えてみてってマジで。ちょっと冷静になって考えてみて。マジで、ま、本当。あのマジレスするんだけど、うん、アーティファクトガチャ。しかもアーティファクトガチャなの。絶望しかないじゃん。4日後にギルバト来るんだよ。そこで俺の戦力がないと、俺のっていうか、まあみんな一人一人の戦力がないと言えないんだけど、そのうちの一人が欠けちゃうんだよ。ここで回して爆死する、まあ、爆死かどうかわかんないけど、うん、やばいやばいやばい。10連だけならアリーナ報酬分あるよ。いや、で、聞いてくれ。そこで俺の戦力が想定してたよりも下回ります。で、ギルドバトルで
その上位に食い込めないと、うん、その後みんなのもらえるダイヤに関わってくる可能性もあるんだよ。どうこれ今ビビり始めてるでしょみんな。うん、うん、そう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 、それそれ、みんなのダイヤが減るんだよ俺が回すことによって。えどういうことどういうことどういうこと、ブラボー、ちょっとそれおっかねえんだけど、それどういうこと。うん、いや課金はもうしない、課金はしない、なるべく本当にもう必要最低限で行くんでね。ちょっと待って、一回頑張って8分でしょ。エスプロジェンのためにムムさん、韓国のちょっと精霊席やるか。一人で回してた。ナナヤさん、ギルドバトルに戦力必要だから必要最低限。うん、いや必要最低限、これだってあれよ、この俺の10連が、うん、早い早い早い、爆死が早い。ああみんな精霊石回してんだね、これもう来たるグランウェポン超強化のために。でもこれ超絶ぶん回さないとダメだな。シルビアさん、みんなサキュバス好きなだけ。そうなの。で、俺これ余剰分あればいいんだけど、今のこのダイヤの量って100連する、100連してる間に、なんでこれ1回回したんだこれ。ああれか、100連の後の10連でいったのか。110連回さないといけないじゃん。で3万3000じゃん。それってストレートで言ってそれなわけじゃん。でその間に SSR 当たっちゃうと、まあ、手に入らないわけじゃん。で、一発目の天井ですら4万4000円で足りるかどうかってわからんわけじゃん。SSR の確率がめちゃめちゃ良かったら、一発目の天井すら危ういわけで。っていうか現に、ミルザさんがえれえことになってたから、まあ、それはそれで、あそこまで行っちゃう。振り切っちゃうと、それはそれで嬉しいんだけど、でも中途半端に行っちゃった場合、ダイヤ、今あるこのダイヤって足りないんよ。下手したら。で、これで俺がダイヤが7万とか、いや、で、仮にこの1天井目で、その古代が当たらなかった場合、もうどうすんのっていう話で。だから余剰分など何もないわけですよ。わかる？これどう？これこれで、ああ、あとあと 1%、 うん、あこの 10% はあれ、うん、やべえ、俺の説明が無に返ってる。俺の説明が全て異界送りになってんだけど、この 10% はなんだ、俺回したのこれ、あ回したんだっけ、いや回して出てないからこれな。あ SA、 あそう、サコが欲しかったんだ。サコが欲しくて10連でワンチャンねえかなっつって回したんだ。そしたらなんか微妙なの出て、まあ、悪くないけど、うん、まあでもよしとしましょうで終わったんだ。そういえば今60連分ある。いやシルビアさんこそ取っといた方がいいよね。ん？確定のやつはゲージたまんない。うん、そうだよね。だから鎖骨を回したいってんで回したんだ。あ、鎖骨が1枚でもゲットできればいい、これはいいなっつって回したんだ。
三択もらえますよ。あと9 あれあれ黒猫さんそっち側だった、こっち側だったはずでは、いつの間に毒されたんだ。その60連分ですらちょっともったいないよね。回す回さない方がいいよね。まあ、課金すんぜっていう人だったらいいけど、なるべく課金そのものは俺はあんまり推奨したくないから、ね、でそのすげえ金がふんだんにあるって人だったら別だけど、絶対後々痛えってなるから。あーかけら一箱玉、あそれは開けちゃおうよ、それは開けちゃおうよ別に。まあそうなんだよね。いやいや絶対その時はその時でなんか言ってるって、なんで 0% なんだよみたいな、ちょっと 10% とか 20% にしとこうよみたいな、なんやかんやこうイチャモンつけて そういう感じになってたって。何分今57分、まだいける。金使っちゃうのか。え？やべえ、やべえ、やりすぎた。うん。そう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 。どんなどういう状況下に置かれても、多分イチャモンつけられちゃうんだね。やはり、うん、皆さんも芸術になりますよね。死ぬ、うん、ゲーム2日目以降大きいのみしか回してないから、そろそろガチャしたいわ。そうだね、それはねすごいあるんだよ、私にもそれがすごいあるんですよ。ただ未だかつて本当にそれで何度やらかしたことか。でそういう時に回すのってマジで爆死するから。でね、次のガチャはちょっと動画撮りたいんだよね。うん。エスプラゼンのために。ちょっと待って、ちょっと時間が押してる。よし。ゲージ溜まってたら 0% になるまで回しちゃう。まあ、銭っこさが。もう捨てるほどあるっていう状態であればそれでもいいとは思うけど、割とね一回そのラインを超えちゃうと割とね狂っちゃうんで、私もほんとグラブルとか、まあブロンドンオンラインとかそういう時にね、どんだけやっちまったかっていう感じだからね。まあ、どんだけやっちまったかっつっても、その人並み程度のどんだけやっちまったかだけど、でしかも攻略の上でそのあれなんだよね、できるだけそのなんていうの、あまり課金してない程度の攻略をしていきたいから、分断は分雷の基準仕様だった。10あれ最初あれ天井ないんだっけ。うん、そう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 、それそれそれ。あれやってたのシルビアさん。そう、特性がね、あれが地獄だったよね。ん？最初、うん、そうだね。最初そうだったよね。だからなんだっけあいつ、もう忘れてもうたわ。グフカスか。あの時はもう銀が当たっただけでも俺は最高だったから、ね、で確か銀が当たるまでに俺いくらか6万ぐらいかかったんだよな。武者は5体で虫揃えた。マジか。あ4体、ああ、はい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 、いや 4体でもえぐい。やだ、これ時間終わったか。あ、終わったな。ブラボー、これあと残り AP80 終わったらブラボーの言ってるところちょっと連れてって、それ パーティー組むから。今までの実績お疲れ様でした。
で、その炎上があるようでないって言ったら本当それなんだよ。 SSR の確率が高ければ高いほど嬉しいんだけど嬉しくねえっていう、この地獄のようなガチャよ。 いいんだけどね、良心的ではあるんだよ、全然ね、全然良心的なんだけど。あー、俺も間に合いはしなかったけど、まあまあいいかな。これさ、じゃあ30年に1回当たってみと。でも確率で言ったらまあざっくり、本当になんていうの、大雑把な計算ではあるけど、30年に1回ぐらいは当たると仮定しちゃった時点で130連とか、いやっていうか10連回さなきゃいけないから140連じゃん。したらもう4万2000ダイヤなんだよね。それがその通りでいくか、もしくは下振れたらいいんだけど、上振れたら現時点で足んないんですよね。上振れたその瞬間嬉しいんだけど嬉しくなくなっちゃうんですよ。それもうほんとそれはそうなんだけど、嬉しいけどなんかすごいいいんだけど、なんだろう、なんつうんだろうな、もうないものねだりみたいな感じになっちゃうけど、でもダイヤは本当にダイヤだったり木の実だったりすげえ配るからね。よし、終わった。おいおいおい、ちょっと待って待って待って、やっちゃったー、まだ使っちゃってる。やっちゃってる。残り 90%160 連はかかると考えてる。ああ、そうだね、一応そういう風に見といた方がいいわけじゃん、一応最悪のことを想定して。それ考えると足りねえんすよ、1天井ですら。で、1天井でグランウェポンが 70% で出現って書いてあるけど、別に古代が手に入るわけじゃないじゃん。そっからの他のピックアップも同等なわけで、そっからの4分の1とかだから、すげえゲットする可能性はまあまあ低いわけですよ。そうなるとやっぱ2点を見越さないといけないってなると、まあ10万石ぐらい必要っていうね、1点狙いは。っていうか回数が増えれば増えるほど上振れちゃった時のために10万石では足らないかもしれないわけで、しかも次は限定ときたもんだ、これは手に入れなきゃならないわけですよ。そしてそれが俺のその采配がこう、なんていうんだろう、ギルドの中でのそのダイヤにも関わってくるわけですよ。俺前回より石あるからあれなんだけど、ただ前回は運が良かったんだよね。限定だけど工場地どうなんだろう、工場地まあいずれはもしかしたらするかもしんないけど、どうなんだろうね、工場地はどうだろう。もうちょっと手に入りやすくなる感じで、こう例えばその次のまあ天使グランウェポンとか、なんかそんなんが出てきた時に抱き合わせ的な感じでその中の一部に入ってるとか、そういう可能性はなきにしもあらずだけど、限定って歌ってるものをすぐさま工場落ちはないんじゃないかな。うん、紫ジュエルから出ない、あ、ガチャからは出る。ああ、そうなんだ。どういう形になってくるかはちょっと来てみないとちょっと分からんけど、ちょっと回さないに越したことはない。
で、しかもだよ、俺が率先してそんなことをやってしまった日には触発されてしまうかもしれない人が出てくるわけですよ。当たりゃいいけど、何かいいものがそこで爆死してダイヤなくなったっていうと、もうギルド全体の相対的な戦力が下がっちゃう可能性すらあるわけですよ。俺は待とうと、この考えに至るわけですよね。どうこれ、完璧じゃねえこれ。完全に正論でぶん殴った感じ。どうこれ、うん。どうだろう。俺今んとこ割とオルタ一色で来てるけど。まあそうね。まあ結論待とうと。そういう感じよ。早く終われ。あと2回。今精霊石どんなもん？1800か、足りないな。まあ言うてな、炎の精霊あるのな。ん？ああ1回だったようだね。連続設定は消してたから、まあまあ、あ大丈夫、連続設定は消しといたから。よし、ブラボーブラボー。精霊石破とりあえず5000は欲しいところ。おお5000ね、なるほど。七夜さん、ナス人の古代だけだったら我慢しちゃうかも。この古代だけだったら我慢しちゃうマジで。はいはい、ここのどこ、あいいねいいね、ここね。はいはい、奥行きがあるからか。あ、いいね。ここ、お、いいね。あ、パーティー、これ、飛ばせば。え、ここどこ？言うのか？レベル1か。あ、これ始まりの地か。いいね。いいっすね。始まりの地だよね、これ。わかんねえけど。それで透明からやれんのいい。あ、これいいね。ブラボー。なんだ、なんだ、やるね。素晴らしい。ブラボーさん、外側から入るとカメラが遠目に行く。外側から入ると？一緒に踊ろう。何これ、外側から入るとどういうこと。どう、こっちからの、わかんねえ。でもこの水、ブラボーさん、あれ、ん、あ、カメラ設定が違うんかな。
使うな。さて、任務の時間か。役に立つ。任務はまだか。みんな、ここは俺に任せた。来た来た。あ、これ？これ？ブラボーさん、ディスコ張った。一緒に踊ろう。ああ、はいはいはい。パーティー入ると同じチャンネル飛べる。いや、なんなら固まった。あ、なにこれ。え、固定化されてんだけど。ああ、なるほど。こういうシステムを使ったのもまた、これ、一興や。お使いクエでこの画面になりますね。お使いクエ。お使いクエ。あ、エリザのやつ？青のクラゲさん、これだ。うん。少し休んでいこう。これ角度重要だな。これでフォトモードが？あ、違う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 。ああ。はいはい。いけんねえ。あれでも、ああそういうことか。さん、エリザさんの石クエストです。ああ、はい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 。あれ来たっけ。ペタペタンさん、こんばんは。はい、ペタペタンさん、こんばんは。分回してきました。うん。ゴーストライドね、みんな分回してるね。あ、完全にこれ固定化するんだ。へえ、はいはいはい。ちょっと俺バグってたんかな。おお、しかも、おお、なるほど、いいね。決定したわ。ブラボーさん、グッチさん以外は適当に並んでもらって、グッチさんがそこでパシャリですよ。ああ、ここら辺も移動してもいい感じなんだ。へえ、ただ小せえな。体を使う。ワンツーワンダンスかこれ。俺あれか。あ、でもそっか、ペリアードになるか俺。ペタペタンさん、おお、カメラモードだとモーションと人数調整できる。あ、そうなの。あ、本当だ。面白い。鍛えているのだが。おお。大人数、クオリティ、はい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 。なるほど、いいね。あれ動かねえ。どうだ？逆にこれどうやって。一人ぐらいここに顔面突っ込ましたい。一緒に踊ろう。め、難しい、ここの操作。角ぐらいに生かしたいんだけど。ウィンの交換と上げなきゃ。やべやべやべ、難しいなこれ。この端っこ。誰も映んねえよそれ。パーティーどうやったら。海なぎさん、まず5人で来て1回プト抜けて、うん、抜けた人がプト作ればギルメン全員入れるんかな。5人で来て1回パーティー抜けて、
シルビアさん、口の中どうなんだろう。どうだ、似合ってるか。パーティーはあと1枠あるよね。なんか多分あ、パーティーリーダーじゃねえわ。あ、ブラボー誘って、だってシルビアさん虫歯なし。シルビアさん招待してパーティー向ければ集まれるよ。招待して、ああ、はい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 、あ、そうか、そういうことか。もう脱退しちゃえば、もうここには入れるからってことか。はい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 、なるほどね。完璧じゃん。もうちょっと、もうちょっと。いや、難しいね、これ。ワン、ツー、ワン、ツー。うぜえ。うぜえ、これ。はいはい。むさ苦しいんですけど、これ体を使うことならいいぞ。ブラボーさん気持ち悪い、褒め言葉。それね、七谷さんなんて澄んだ瞳なんだ。笑うとるやん、ピンパイセン笑うとるやん。どうだ、似合ってるか。お、いい感じで顔面が。どれだったっけ、笑顔、笑顔。ああ、いい笑顔、いい笑顔だ。あ、入んだ、入れない。対象が見当たらない。これブラボーが誘えないのかな。あ、俺はダメ。ああ、そうか、俺はダメなのか。まあでもブラボー抜けて、ブラボーが誘って、抜けてブラボーが誘ってってやればいいんだよね。めっちゃ笑うとるやん。なぎさん、まず5人矢印4人同じ地なら抜けて、その4人がプト募集矢印56人の21人が同じ地に。ただなんかこっちからだと誘えないから、まあブラボーがさ、まあやり方は その時できることをやれば、とにかく全員集めることは可能って感じやね。えい、休憩するか。変態マスクがおるんですけど。に踊ろう。ワン、ツー、なんだそれは。シルビアさん、いい笑顔でしょ。鍛えているのだが、どうだ。お、いい笑顔だ、本当だ。七谷さん、キュイ身長足りなくて映らない、わら。え、キュイいるの。あ、キュイいるんだ。やべ、いいね。ほら、あ、攻撃もできるんだ。ブラボーさん、結構自分の画面と他の視点のキャラで若干位置ずれあるので難しそう、わら。自分の画面の画面、ああ、そうだね。これでもスキルも使えるんだ。あ、攻撃できる敵がいなきゃダメか。普通の攻撃だったらできる。なんで一人だけちょっとかっこいい感じにしようとしてんの、ナナさん。お、鉛が見えたけど、ナマリエなんか顔がビヨーンって伸びてる。リボン外したからスキル使えない、わら。
あ、どっちみちあの敵がいないとバフ系とかだったらいけるっぽいけど。なかなかウィーンでそれも難しいかな。ということで、まあ、とりあえずね、そろそろ時間なんで、とりあえず配信の方は終わっていこうかなと思います。まあ、告知にも書いたけど、あの、ギルメンの人、第二ギルドの人も、あの、コアラのマーチさんできれば、呼びかけて、あれでも入れるか。呼びかけてもらって、もう来れる人全員で、やっちゃいましょう。ブラボーさん、ここ決定でいいですか？うん。決定でいいかな。完璧だよ、ブラボー。やるね。ってことで、明日8時から9時にちょっと集合願います。お、いいね。これいいね。バイバイ的なやつも。こっちだ。あれ、俺いねえけど。ってな感じでね、また、明日配信していくんで、タイミング合いましたら、一緒に遊んでいきましょう。ってことで、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ブラボーさん、七夜さんには木の匂いを嗅がすウィン。七夜さん喜んでるね。シルビアさん、おはい、シルビアさん、お疲れ様でした。ウミナギさん、お疲れ様です。お疲れ様。七夜さん、お疲れ様です。ブラボー、お疲れ。シャカラビさん、お疲れ様です。青野さん、お疲れ様です。はい、ロエンさんもお疲れ様でした。ユウさん、お疲れ様です。体を使うことなら自信あるぞ。